皆さんこんばんは。ボーッとミスチャイナス2 MC の伊佐治真子です。今節のボートレース2では G3-2 オールレディースマクール杯、今日は2日目を終えました。今夜この時間は明日の展望と、そして注目選手のインタビューを中心にお送りしていきます。どうぞお楽しみに。ポイントを貯めて様々な豪華景品と交換、ツポイントクラブ。電話投票会員になって会員登録するだけで、ポイントは様々な景品に交換することができます。ツポイントクラブ、ぜひご入会ください。今夜の解説は横綱さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は暑い一日でしたね。そうですね、夏らしいね、暑い一日でね、はい、まあね、最高気温35度近くね上がってくるんでね、熱中症には気をつけたいですね。はい、今節も暑い一節になりそうですよね。そうですね、レディースの戦い、まあね、うん、結構ね、まあ、インが弱くてね、マクリも決まるんでね、うん、結構攻めのレースあるんでね、熱い戦いね続いてくると思いますね。はい、今節は女子レースということで2日間終えましたが、見られてどうですか？そうですね、やっぱりね、女子レースらしくね、インがやっぱりね、若干弱いね感じがあるんでね、はい、結構ね、あの道中っていうか1マークね、握ってくる、まくってくる選手が多いんでね、はい、結構まくりも決まって、まあ差しも決まってね、まあ後輩とも出てね、面白いレースね、うん、続いてると思いますね。はい、地元からも5人出場されていますが、いかがですか？そうですね、地元選手ね、まあ5人ともね、モーターまずまず中堅以上のしっかり気配あるんでね、まあね、あのしっかりね活躍期待できますしね、まあ、山下選手なんかね、今節トップクラスの話あるんでね、うん、期待したいと思いますね。はい、期待していただきたいと思います。それでは、注目モーターベスト5を挙げていただきました。ご覧いただきましょう。一番上から39号機山下佳林選手が手にしています。そうですね、これね、地元の山下佳林選手、まあね、初日2日目とね、やっぱり伸び中心にね、しっかり足はあるんでね、まあね、外側ね、結構伸びにくい状況でね、あの夏場なんでね、そんな感じでもね、外側でもね、伸びてくる足あるんでね、まあ、伸び含めてね、これまあバランスよくね、トップクラスのね、モーターだと思いますね。続いて23号機日高いつこ選手が手にしています。そうですね、この日高選手のモーターね、これ結構ね伸びが良くてね、はい、前半あの初日ねちょっとさばかいとこありますけどね、まあ伸び的にはねかなりあるんでね、まあ、日高選手もね結構攻撃的なタイプなんでね、うん、しっかりまあマップできるようなレースあると思うんでね、これも注目したいモーターの一つですね。はい、続いて46号機塩崎日坂選手が手にしています。そうですね、46番、これ地元の塩崎選手、まあね、しっかり幕足も来るようなね、回り足タイプのねモーターなんでね、まあ行き足出足、まあ回り足のね結構ね特化したモーターなんでね、結構塩崎選手ね結構道中砂漠レース多いんでね、これも塩崎選手に、ね、持ってこるねモーターかなと思いますね。はい、続いて68号機片岡恵里選手が手にしています。そうですね、この68番もね結構ねあの回り足つくタイプでね、まあね、あの前哨ね山口剛選手ね、結構ね甲子園でもね回り足ねいいレースでねしっかりあったんでね、はい、回し的にはね回りやすいんでね、今日ね、まあ、外側でねちょっといいとこなかったですけどね、まあ明日からねまた内枠回ってくると思うんでね、内側入ればまあ回り足生かしてしぶといレースもあるんでね、しっかりさばいてのレースね、できるモーターだと思いますね。はい、最後に15号機鎌倉亮選手が手にしています。そうですね、これね15番ね結構伸びタイプのモーターでね、初日ちょっとペラ変わってねちょっとね調整不足な感ありましたけどね、まあ鎌倉選手ね近況もしっかり好調なんでね、徐々にねペラも合わせてきてね、まあ伸びが結構いいモーターなんでね、結構攻めていいレースできるかなと思いますね。以上、注目モーターベスト5を挙げていただきました。それでは注目選手のインタビューをご覧いただきましょう。東堂理香選手にお話を伺います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。2日目を終えられまして、ここまでの船足いかがですか？前傾でもらった時から、バランスが取れて伸びも出足も良さそうでした。はい、初日は良かったんですけど、今日はなんか時間があっていろいろ調整していたら良さがちょっと出てなかったなとは思います。特に気に入っている部分どこですか？出口で前に押す感じがあったので、そこを維持したかったんですけど、ちょっと今日のレースは良くなかったです。乗り心地についてはいかがですか？そうですね、初日はいいなと思ったんですけど、それを維持できず今日はちょっとよく合わせきれてなかったです。明日への調整はどのようにお考えですか？気象状況にも合わせつつ乗りやすくできたらいいなと思います。スタートの見え方についてはいかがですか？スタートはちょっと今日は向かい風もあったので合わせきれずにいたんですけど、勘とは合ってると思います。はい、ファンの方に向けてのメッセージをお願いします。はい、いつもボートレース2を走らせてもらうときは一生懸命走ってますし、
いつか2で優勝したいなとも思っていますので、あの三重県の皆さんもぜひ応援来てください。あ、はい、東堂高虎さんが見守ってくれてると思って頑張ります。応援してください。塩崎久香選手にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2日目を終えられましたが、はい、ここまでの船足いかがですか？エンジンがすごい良くてしっかり反応してくれるので、あのこう乗り心地を中心に叩いてるんですけど、足も十分いいと思います。特にどの足がいいとかありますか？どちらかというと出足の方が良さそうな感じはします。明日への調整はどのようにお考えですか？もう気温に合わせてあの微調整で行こうと思ってます。スタートの見え方についてはいかがですか？そうですね、ちょっと今日の後半は急に向かいになったのでちょっと勘と合ってなかったですけど、 ある程度は合ってると思います。最後にファンの方へのメッセージをお願いします。はい、地元でいいエンジン引きました。優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。山下かりん選手にお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。2日目を終えられてここまでの船足いかがですか？いいと思います。特にどのようなところがいいとかありますか？すごい伸びるわけとかではないんですけど、全体的にバランス取れていいと思います。乗り心地はいかがですか？悪くないです。明日への調整はどのようにお考えですか？気温見てそんな感じですかね。スタートの見え方についてはいかがですか？ちょっと展示遅れがちなんですけど、本番はしっかりと勘通りのスタートはいけてます。最後にファンの方へのメッセージをお願いします。はい、最終日まで一生懸命走ります。応援してください。坂野さくら選手にお話を伺います。よろしくお願いします。はい、お願いします。2日目を終えられてここまでの船足いかがですか？はい、全体的に足は良さそうです。特にどんな特徴がありますか？直線もレース足がいいですね。乗り心地についてはいかがですか？乗り心地も乗りやすいです。明日への調整はどのようにお考えですか？微調整で回転合わせる感じでいきます。スタートの見え方についてはいかがですか？スタートは、スタートしやすいので、行き過ぎないように抑えながら、はい。最後にファンの方へのメッセージをお願いします。はい、明日からもいいレースできるように頑張ります。応援お願いします。選手のインタビューをご覧いただきました。それでは展望です。10レース予選特賞のメンバーです。1号艇桜本歩美、2号艇山川美雪、3号艇滝川千織、4号艇山口真紀子、5号艇古賀千秋、6号艇喜井司、以上の6選手によって争われます。それでは早速進入からいかがでしょうか？そうですね、女子戦なんでね、進入ね、前付けもないんでね、初日2日とね、しっかり枠内のレースばっかりなんでね、すんなり枠内になってくると思いますね。ではスタートはいかがですか？そうですね、スタートはね、1号艇の桜本選手、どんだけスタートいけるかなっていうところですね。まずは本戦から展開をお願いします。そうです、本戦ね、ここ1号艇の桜本選手、足はね、出足中心にまずまず悪い感じではないんでね、3着続いてますけどね、ここはインなんでね、先に回れば十分ね、逃げ十分チャンスだと思うんでね、しっかり逃げ切りね、あると思いますね。はい、相手はね、2号艇山川選手指すところね、3号艇の滝川選手ちょっとね、モーター弱い感じあるんでね、4の山口選手、これ結構勢いね、あるね、握ってね、ちょっとね、荒いところありますけどね、思ったりしてくるんでね、思って握ってね、2着こう十分あると思うんでね、しっかり握っての2着、これをね、本戦で狙いたいですね。3着はね、小さくさく指す山川選手、やっぱり4がいけばね、5番の古賀選手もこうしっかり展開ついてね、十分3着あると思うんでね、3着あると思いますしね、6の喜井選手、さばき達者ですけどね、モーターちょっと一気な感じあるんでね、5が指したらちょっと行くとこないかなと見てね、1が逃げて、4が攻めての2番5番の残りをね、狙ってみたいですね。はい、以上が本戦です。狙い目はいかがでしょうか？そうですね、狙い目はね、3のスタートしたいですけどね、4の山口選手、勢いよくね、若手でね、バーンと逃げるレースあると思うんでね、ここは4が握ってね、1の前まで行くね、展開あると思うんでね、出足はね、1より4の方がね、回り足結構いい感じあるんでね、4が切ったところの4の頭で1が残して2番5番の追走というところですね。はい、以上を踏まえてフォーカスです。10レース角攻めということで、本戦142145、狙い目412415と挙げていただきました。続いて11レース予選特選のメンバーです。1号艇宇野弥生、2号艇福島陽子、3号艇平山千佳、4号艇池田博美、5号艇岩崎芳美、
6号艇河合萌え、ご覧の6選手によって争われます。さあこちらも新竜からいかがでしょうか。そうですね、ここもね間違いなく前付けはない。ピットバーでもねそんにね初日2日とね遅れる選手いなかったんでね、はい、すんなり枠内になってくるかなと思いますね。スタートはいかがでしょうか。そうですね、1号艇宇野選手、まあ連日スタートしっかり決まってるんでね、ここもスタートしっかりいけるかな、どうかなってことですね。はい、まず本戦からお願いします。そうですね、本戦ねやっぱりねここは1号艇の宇野選手、まあ伸び中心に足まずまずあるんでね、まあ行き足伸び返してねスタートしっかり決まってくるんでね、しっかりスタート決めての逃げ切り、まあねスタートしっかり決めれば逃げ切れるかなと思いますね。はい、まあ、あと2号艇の福島選手、今日3コースから見事のまくりでね初日からしっかり足は見えてるんでね、ここはまあ2コースからしっかりさして順走スタイル、まあね足にねしっかりねさばけば2着十分かなと思いますね。まあ、あと3号でのね続く3号で平山選手、平山選手ねちょっと足一息な感じあるんでね、今日もちょっと競り負けてねいいとこなかったですけどね、まあ、F もしねスタートも飛び出してくるほどねスタートをね今月いけてないんでね、ここは大きく回ればまあね3着争いかなっていうところですしね、あとまあ4の池田選手、池田選手もね初日から足はしっかりあるんでね、まあ今日もね外枠から4着しっかり食い込んできたんでね、ここはしっかり差しさばいたらまあね3番と3着争い十分かなっていうところですね。はい、まあね5の岩崎選手もちょっとねもう当たらない感じなんでね、差して一息ですね。6のね河合選手は足ですけどね、ここ6コースでねやっぱ外へ回ってもちょっとね届かないかなっていう感じですね。以上が本戦です。狙い目はいかがでしょうか。そうですね、狙い目やっぱり、ね、モーター力生かしてね2の差しがね伸びるか伸びやんかというところですね、うん、しっかり伸びきれば2の逆転までここはあるかなっていうところですね。はい、以上を踏まえてフォーカスです。11レース差してということで本戦123124、狙い目213214と挙げていただきました。最終12レースツッピー選抜戦のメンバーです。1号艇川野芽衣、2号艇平田さやか、3号艇高田光、4号艇木村さゆき、5号艇深川真奈美、6号艇東堂理香、ご覧の6選手によって争われます。ではここも進入からいかがでしょうか。そうですね、ここも前付けないんでね、まあ3対3の枠内になってくると思いますね。スタートはいかがですか。そうですね、スタートはね1の川野選手がいけるか、まあ3の高田選手もね地元なんでそろそろねスタート切ってくるかなってとこですね。はい、本戦から展開をお願いします。そうですね、本戦ね1号艇の川野選手、まあね今日後半はねしっかり攻めてね、まあ1着もあったんでね、足的にはね目立つ感じなく、まあ中堅ぐらいな感じなんでね、まあスタートさえいけばね持つと思うんでね、しっかりスタートいけば、うん、まあインカレ逃げ切りね十分だと思いますね。はい、まあね2号艇の平田選手小さく刺すところをね3の高田選手を思って攻めていくと思うんでね、はい、3コースからしっかり握っての2着ね追走スタイルだと思いますね。まあ3が逃げれば、ね、4の木村選手、まあ高出足でしっかりねさばけてるんでね、しっかりさばけば3着十分ですしね、あと5の深川選手もね若干足弱い感じありますけどね、思った攻めあるんでね、思った攻めで攻めればまあ3着ありますね。僕も東堂選手もねまずまず足あるんでね、ここは差してどうかなっていうところですね。以上が本戦です。狙い目はいかがでしょうか。そうですね、狙い目はねやっぱりね3の地元の高田選手、まあそろそろねやっぱりねバクリみたいところなんでね、うん、はい、地元のねファンも期待してると思うんでね、3コースからね一気まくりねここバーンとあると思いますね。うん、まあね足はね伸び中心にね若干伸びるぐらいでね、足はしっかりあるんでね、しっかりまくればまくり切りもあると思いますしね、まあ、まくればね一番やっぱ沈む展開だと思うんでね、ここへねしっかりね差しさばいてくるね4番の木村選手、まあ足はねさっきも言った出足しっかりあるんで4が攻めてね、また5番が行って6番が続く展開がこれね狙い目のね高田選手のまくり地元なんでね、ここはちょっと期待したいかなと思いますね。はい、以上を踏まえてフォーカスです。12レースまくり一気にということで本戦134135、狙い目345346と挙げていただきました。ポイントを貯めてさまざまな豪華景品と交換、ツポイントクラブ。電話投票会員になって会員登録するだけでポイントはさまざまな景品に交換することができます。ツポイントクラブ、ぜひご入会ください。さて続いては8月4日より開催予定の日本未来プロジェクト競争 in 津についての情報です。合わせて全国での三重支部選手の活躍やより広い視点での情報をマンスリーボートレース土屋編集長にお話しいただきます。どうぞ。以前にですね、まあ、全国の話題として、取り上げさせていただきました、まあ、尼崎のグラチャンでセット交換が大流行した、話題なんですが、まあ、現在ですねボートレース大村を舞台に開催中のオーシャンカップではですね、大村のモーターが使用5節目ということで、今節から整備解禁になるということで、大変注目が集まっていましたが、今シリーズではですね、シリンダーケースの交換が原則禁止ということで、まあ、いわゆるですね、ピストン ×2、ピストンリング ×4、シリンダーケースをまとめて交換する、セット交換ができない中でのシリーズとなりました。
今後は業界全体でどのような動きになっていくのか注視していきたいなと思います。以上、業界の動向をお伝えしました。優勝報告が一件ございます。22日の SU 一般戦の優勝戦で、松尾ひろむ選手が優勝を飾っています。4日間の短期決戦となったシリーズですが、優勝戦の1号艇を獲得し、インコース進入となった松尾選手が、4コース角からの攻めを受け止めて押し切りました。今年は初で、通算では18回目。地元水面となるとですね、2021年の G1 東海地区選手権を勝って以来、6回目の優勝となりました。松尾選手優勝おめでとうございます。以上、三重地区動向をお伝えしました。次節はですね、日本未来プロジェクト競争 in2 ということで、レース収益はですね、パラスポーツ公園の整備や、障害者、地方在住者向け奨学金制度の創設、感染症対策のための研究施設の建設などですね、日本の未来のために役立てる開催となっています。6日間開催のシリーズには、オーシャンカップからの転戦組もいて、なかなかの好メンバーが揃いました。その中でまず名前を挙げたいのは、湯川浩二選手です。今年ですね、江戸川で G1、G2 を優勝と、調子が良さそうです。以前はですね、伸びを生かしたまくりで攻める印象でしたが、最近はですね、スーパーピット離れでコースを奪取するシーンもあります。実は過去にですね、4回の優勝がありますが、実はですね、24乗制覇へ、湯川選手は巣を残すのみとなっていますので、今シリーズで達成となるか注目です。続きまして、今垣幸太郎選手の名前を挙げたいと思います。今垣選手はですね、前期 F2 の影響で、今季は A2 級となっていますが、19日に行われました下関のミッドナイトレースの優勝戦はですね、代名詞の3コース角からまくって優勝を飾っています。巣では、出場2回前に実を優勝しており、今シリーズの走りからも目が離せなさそうです。湯川選手と今垣選手に加えて、福来剛選手と山本博久選手もですね、オーシャンカップからの転戦組です。福来選手は、すで直近5節で2優勝を含む4優勝と活躍が多い水面で、山本選手もですね、G1 で2度の優勝があり、6月のですね、マスターズリークではですね、節一クラスの無難心仕上げて準優勝の走りもありました。また、萩原秀人選手も優勝候補の一人です。今季から、この城太郎選手がデビューし、デビュー節に初勝利も挙げ、きっと、いい刺激になっているのではないかなと思います。海野幸四郎選手も、今年3回の優勝と、勝ち口で活躍が続いています。その他、武田光文選手、松尾まつり選手、渡辺武郎選手、馬場剛選手、石丸海人選手、村松修司選手に、溝口美希也選手とですね、今シリーズにはもう A1 級がですね、なんと12名参戦を予定しています。優勝争いの方、かなり激しくなりそうです。地元からは、花本夏樹選手、上野拓磨選手、渡辺優斗選手の3名が出場予定しています。遠征勢に好メンバーが揃いましたが、地元ファンを喜ばすような走りを期待したいと思います。以上、次節展望をお届けしました。さて続いては、7月13日、ツッキードームで開催されました、三重支部高田光選手トークショーの模様をお届けします。皆さん、盛大な拍手でお迎えください。高田光選手の登場です。改めまして、レース部人気女子レーサー高田光選手です。よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。ちょっといつもと違う感じで、今日は本当可愛いし、すごく似合ってますよね。いや、長かったね、休み。いや、長かったですね。もう、あと、やっと、あと3日ぐらいになりました。95日。長かった。いやね、こう言って、トークショ
校でね、全国駆け回ってたひかるちゃん、本当に忙しくて、本当にありがたいことに、うん、なんか福岡の方行かしてもらったり、東京の方行かしてもらったり、うん、あのレースは走ってないけど、うん、選手でレースで移動してるくらい、うん、新幹線やら飛行機やら乗って、うん、日本は移動してます。だってずっと本当に全国各地回ってたもんね。いやもう本当ありがたい、呼んでもらったんですが、ね、でね、もうトークショーでね、はい、いろいろ呼ばれてたって話は先ほどしましたけど、実際にこの3ヶ月結局どう過ごしてたのかなと思って、この3ヶ月で初めて、うん、人生で初めて、うん、家族旅行をしました。家族旅行には行けたんだ。はい、今まで、ね、子供の頃からも一回も行ったことがなくて、うん、でお母さんと妹と初めて3人で旅に出ました。うん、いい思い出作れたってこと。はい、もうお母さんもすごい喜んでくれたんで。そうよね、そう、もうすっごい張り切って、うん、もう楽しみ楽しみみたいな感じで準備して、うん、行く前から。はい、どんなお母さん？あのね、私がもう一人いるみたいな。ちょっとね、こそっとプライベートの写真1枚だけ見せてもらったら、本当にザ・ダブル光るくらい同じ。そう、なんかもうお姉ちゃんに間違えられる、兄弟に間違えられるぐらいの、兄弟みたいだった感じで、で、箱根の方に旅行に行ったんですけど、うん、箱根神社に一緒に行って、うん、あの、なんて、鳥居さんの前で写真撮ろうって言って、うん、おかんと二人で並んでガッツポーズした写真とか。そんなおかんいます？うちのおかんこういう感じじゃない、こういう感じなんですよ。いやもうそのまんまちゃいます。いやもうひかるちゃんそのまんまお母さんの遺伝がもうそのままダイレクトに引き継がれてます。いやこんな明るいね、元気なひかるちゃんに成長して、そして選手でも頑張ってるか、はい、そりゃ嬉しいでしょうね。はい、いやもう喜んでくれてます。ねえ、なんで休んでばっかりおんのってレース走ってよとは言われるんですけど、こう長いお休みの後って、うわー明日から仕事で行きたくないなって、どう心境的に今はどんな感じ？も今はもう早仕事行きたいなって、やっぱりそう思ってるけど、うん、なんか争わへん生活って平和やなって、うん、日々のほほんって見せてたかもしれないな。けどあの練習は結構来てたので、うん、なんか朝はガツガツで昼はおっとりみたいな生活は結構過ごしてました。さあここからですけども、はい、まあ、節目の10年も迎えて、はい、見直してどう？10年振り返って、まあ、自分の中ではこう決して平坦な道ではなかったというか、過去まで、まず周りと比べたら早め行きになってとか SG も行ってとか、イカちゃん成功してるやんとか言ってもらえることもあるけど、なんか全然自分的にはもう満足してないっていうか。いやそりゃそうでしょう。なんかもっと上手いことできたかなとか反省する部分も多くて、でもこうやり続けられるところが自分のいいところだと思ってるので、まあ、この先も変わらず、あの歩みはゆっくりかもしれへんけど、うん、やり続けていきたいなと思います。うん、こう自分の戦法スタイルは変わらない？ときめきのあるものがあったらもしかしたら変わるかもしれへんけど、うん、まあ、今のところはこのままかなって感じです。そう、来年ここでダービーが来るじゃないですか。そうですよ、皆さんご存知ですか？ね、もうこのボートレースに SG が帰ってきますよ、チャレンジカップ以外のね。え、じゃあもういよいよレース復帰して、うん、焦点はそこ？うん、そう、私今までダービー出れるような成績とか取ったことなかったけど、8月の1日から選考期間が、ちょうど復帰から始まるから、うん、こう1年間ダービーに向けてちょっとそう頑張っていきたいなと思って、ちょっと新たなね、うん、あの目標というかね、またさらに夢もバージョンアップしていいよね。はい、うん、バージョンアップしました。地元で SG 取れたらかっこいいじゃないですか。1年間まずは出れるように頑張りたいなと思います、うん、ね。まあ、いよいよ7月17日三国で復帰するんですけども、はいはい、お盆も走ります。そう、斡旋決まってます。いや嬉しい、呼んでもらって嬉しいですよね。はい、どうなんでしょう、緊張もよくされてるけどプレッシャーも強いタイプじゃない？プレッシャーとかかけてもらった方が、あのたくさん投票してもらってたりとかした方が頑張るなみたいな、うん、
売れてなくてもよっしゃ穴開けたぶれになるんですけど、うんうん、1票でも票が入ってたらいや頑張るなっていう気持ちにはなります本当に。なるほど、皆さんということはたくさんこれからも投票お願いしますね。いやもう本当にね、ダーヒーチャンスいっぱいできるように頑張りたいです、ね、ちょっと喋りたいことあるんですけどいいですか。いいよ。あの私皆様にご報告がありまして、新しく私デビューした渡辺優斗くんを新しく弟子に取ることになりました、うん、そうだったの。そう、渡辺優斗くんの方はよろしくお願いします。浩二も私も頑張ります。はい、もう弟子どちらも男子じゃないですか。そう、お話続き聞きたいけどもじゃんけん大会の方でお楽しみいただこうかなと思います。ポイントを貯めてさまざまな豪華景品と交換、ツポイントクラブ。電話投票会員になって会員登録するだけでポイントはさまざまな景品に交換することができます。ツポイントクラブ、ぜひご入会ください。今節の G3 ツオールレディースマクール杯は7月31日までです。皆様ぜひお越しください。今夜の解説は横綱さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。